平野市用、名古屋の故郷から世界への羽ばたき、新たな一歩を踏み出す代表取締役、親しい読者の皆様へ、ジャニーズ事務所を離れ、キングプリンスを脱退した平野市用、26歳、が、7月7日に滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社、とべ、への合流を発表しました。 しかし、この衝撃的なニュースの裏には、平野自身が個人会社を設立し、新たな一歩を踏み出していた事実が隠されていました。これについて、私たちは独占情報をお届けします。S、ショウという名前の平野が代表取締役を務めるこの新たな個人事務所の登記簿には、アーティスト、音楽家を飛びタレントの要請、マネージメント及びプロモーションなど、 タレント活動に関連する多くの事項が記載されています。これにより、平野の芸能活動における個人的な事務所としての役割が明らかになりました。しかし、7月7日にはもう一つの重要な発表がありました。トベサイドも同日に関連会社、株式会社トベリブジャパンを立ち上げ、ライブコンサート、演劇その他のイベント企画、制作、運営、実施、 管理及びコンサルティング、さらにはチケット、入場券などの販売など、コンサート運営を主要な活動とすることが明示されています。このシンクロぶりから見て、平野さんもトベサイドも、今後のアーティストとしての活動に向けて万全の準備を整えていることが伺えます。名古屋、平野市用の新たな拠点、個人事務所の住所と取締役野欄からは、 平野の今後の活動拠点や家族とのつながりの強さが明らかになります。この新しい拠点が名古屋、平野の故郷であることは興味深い事実です。名古屋は国内外の収容都市へのアクセスが非常に便利で、新幹線や中部国際空港を利用すれば、簡単に東京や海外へ行くことができます。 平野は以前から海外進出を目指しており、名古屋はその拠点にぴったりの場所と言えるでしょう。さらに、名古屋の平野の実家には平野の会社だけでなく、平野と共にキングプリンスを脱退しとべに合流した神宮寺ゆうた、25歳の会社や弟の陸、24歳のアパレル会社の表札が掲げられているとの情報もあります。 平野の母親と祖母も個人事務所の取締役に名前を連ねており、家族との絆が強いことが伺えます。平野家は陸の誕生後に離婚し、平野がデビューするまで母子家庭だったことが知られていますが、家族全体が平野の成功を支えてきたことが伝えられています。平野の祖母は東京で平野と一緒に暮らし、その後名古屋へ戻ったことが明らかになっています。 これは、平野がデビュー時に一人立ちした可能性を示唆しています。平野の母親が脳腫瘍を患い、手術費用を捻出するために東京に送り出したエピソードもあり、家族への深い愛情が平野の行動に影響を与えています。結論。七夕の日に個人事務所を立ち上げた平野仕様は、名古屋から世界への羽ばたきを始める新たな一歩を踏み出しました。 家族との結びつきが強く、名古屋を拠点にすることで、さらなる成功を目指すことでしょう。トベとのシンクロにより、彼の未来がますます明るく輝かしいものになることは間違いありません。私たちは、平野志様の今後の活躍に注目しています。読者への挨拶。 平野の仕様のこれからのキャリアについて独自の情報をお伝えする機会をいただき、誠に光栄です。平野のファンの皆様にとって、これからの展開がますます楽しみなものとなることでしょう。私たちもそのサポートを続けていきますので、ご期待ください。続け、